やっとね、こう今日もやってまいりましょう。中村商店の中村でございます。今日はですね、ちょっとバックルームから失礼します。まずね、前々回ぐらい、ちょっと動画が何本前か分かんないんですけど、美容師さんの復職の希望が、まあ、50% 近く弱ぐらいあって、まあそれってこうどうなんですかっていうところを軽くね、こうディスってた内容になるんですけど、コメント欄でいただいた通り、美容師さんの中には女性のスタッフさんで出産とか、まあ、ご結婚みたいなので一時的にブランクができて、でそこからまた実際に復職していく方、子育ての合間だったりとか、まあ一段落した後にまた美容師さんとしてこう現場復帰する方がいたりしますよっていうことをですね、美容師さんから教えていただいて、確かにそれはそうだと、まあ、随分こう視点の狭い、ディスをねしてしまったなと反省しております。ただまあ実際に美容師、まあ理容師もですけども、国家資格を取って、で実際に10年20年と続けてその職業をやってる方の割合とかってね、すごいまあ少ないっていうのは業界いれば皆さん周知だと思うんですけど、まあ、あまりまぜこぜにこう語りすぎるとですね、まあ随分視野が狭かったなと思い、反省しております。はい、というわけで、あの貴重なご意見いただき誠にありがとうございました。今後ともですね、この僕が喋ってる内容って結構こう偏った意見を喋ることが多いと思うんですけども、遠慮せずコメント欄にね、コメントいただければいいなと、むしろ楽しいなと感じますので、よろしくお願いいたします。まあ、しょうもない批判とか、まあ、そういうのはね、スルーしていきますけど、ちゃんとした、ね、意見、ちゃんとした意見っていうとおかしいですけど、まあ、こう視点、こういう角度もあるよっていうね、ご指摘いただけるのは非常に楽しいなと感じております。で、同じことをね、言ってますけど、今日もやっていきたいなと思います。今日はですね、やっていきたいなと思います。で、もう一個ね、もう一個あるんですよ。これちょっと吐き出させてください。笑い事じゃないんですけど、結構大チョンボやりましてですね、仕事で。もう本当にまあまあの大チョンボして、もう内容喋れないのに吐き出させてくれっていうのおかしいんですけど、もうだいぶ今日は一日でやられてますね。朝からずっとやられっぱなしで、でつい今し方までセミナーみたいなやつにちょっと参加してたんですけど8時からだと思って、まあ、随分遅くから始まるセミナーだなと思って、不可思議には思ってたんですけども、行ってみたら6時から8時までのセミナーで、5分前に着いて、着座5分でセミナー終わるっていうね。これは小さいっていうと、講師の方に失礼ですけど、やっちゃったと。なんか立て続けにね、うまくいかないことは続くもんで、まあ、いい流れじゃないなって思いながら、今日でございます。これまあ、中村商店のロゴマークで使ってるこうハンドサインなんですけど、全然流行んないんですよね。ハサミを表してます何の話してるんですかね、調子出ないんですよね。今日はですね、ニュースピックスからちょっと記事を取り上げていきたいなと思っていて、年収700万が当たり前、大阪の非常識な理容室ということでね、プレジデントオンラインに出てた記事をピックアップしてます。平均年収が296万円の理美容業界で年収700万を当たり前にするという目標に挑戦している理容室がある。どうやって高い報酬を支払っているのか、大阪市内で理容室を展開している、ギークマンの田中社長に聞いたということでね、記事があります。で、まあ、ページ数6ページぐらいで、これ会員、プレジデントオンラインの会員にならないと全文読めないんですけど、無料で会員登録できるみたいなんで、まあ、気になる方はリンク欄貼っとき、概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。これね、ちょっと全部読んじゃうわけにもいかないんで、もう抜粋させてもらうんですけど、大阪の方で展開しているバーバーザ GM という、理容室を展開しているギークマン
っていう会社、株式会社ギークマンかな、まあ田中社長にインタビューしてる記事だったんですけれども、まあ、やっぱねこう、まあ、常日頃僕もこう言ってる通り、この業界すごいこう収入がね、所得が上がんないと。でそもそもそれって構造的な問題で、労働集約型であるにもかかわらずですね、その不安定な集客時間に対してコマ数が余ったりとか、まあ、逆に今度詰まりすぎちゃったりとか、すごいこう機械損失の多い、まあ、そういう仕組みが定着してしまってるこう業態で、さらに言うとあの単価自体もですね、市場の単価っていうのがもう、まあ、なんかすごい固着してるって言い方が正しいと思うんですけど、まあ、振れ幅がすごい少ない。で1000円カット安い安どこみたいなね言い方してる方がいて、まあ、今あの大手さんの中で1200円に値上げしたりしてますけど、あれもですね、まあ、こう以前の動画をご覧になった方、ご存知の方もいるし、まあ、だんだんこう理解されてきてるところもあるんですけど、そもそも1分あたりの単価でいうと100円を超える単価をちゃんと維持してるので、1000円っていう支払いをするお客様の出費額は少ないけれども、決して時間単価が安いわけじゃない。だから収益性がすごく良くてですね、利益率はまあ普通の1時間かけてフルサービスしてるどのサロンよりも大抵の場合高い単価、時間単価になっているケースが多いんじゃないかっていうことをね、ここでも語ってたと思うんですけど、まあそのね、仕組みの問題が結構ね、この収入に直結していて、まあ当たり前ですけど、あらりが上がって初めてあの従業員の方のお給料ってね、こう上げていけるし、まあ、支払えるようになるわけですけど、労働する、なんだろうな、まあ、従業員の方というか技術者の方が隙間なく、まあ、高単価でできるだけ仕事をすればするほど、この所得って上げていきやすいんですよねっていう、まあ、こう当たり前のように聞こえるんですけど、この当たり前がうまくいかないのがこの理美容業界の闇深いところで、まあ、そこをね、この業界の外にいた方、なんか不動産関係の仕事をしてたらしいんですけど、まあ、あのサービスとしてすごい未熟な理美容業界であれば、あのビジネスチャンスがあるんじゃないかっていうことで、この事業を始めたらしいんですが、でまあ、あとはですね、まあ、これよくよく見てると、あの業務委託って面貸しとか呼ばれてますよね、業務委託の方の収入みたいなのを、指して言ってるところもあるんで、そうなるとですね、まあ、人件費、会社から見た時に業務委託の方に払っているのってこれ外注費であって人件費ではないですよね。でそうなってくると受け取ってる個人事業主の方、まあ、そのフリーランスみたいな形でやってる、業務委託を受ける側の利用者さんっていうのは、これ年収所得ではなくて売上に当たるんじゃないかなと。となると売上700万、売上700万、まあ、当然固定費みたいな家賃とかね、こう光熱費とかそういうものは、その年貸しをしてるところが負担してるとはいえ、売上700万だと、まあ、全然普通というかよくある形ですよね。仕組みなのかな。で収入所得がすごい高いですっていうことも、まあ、できなくはないのかもしれないですけど、これはちょっと読み解き方ね、あんまりこううがったひねくれた読み解き方をしてもしょうがないんで、でましてやこの株式会社 GM さん、株式会社ギークマンさん、名前合ってたかな、あのこの会社さんがやってることそのものはですね、まあ、その取り組みとしては非常にこう理にかなってるところも多々あって、あの学べるところも多くあるんじゃないかなと思いますので、こうまあ、気になる方はですね、まあ、この記事読みながらとか、まあ、関連の資料とかね、あのまあウェブ検索するといろいろ出てくるみたいですから、ご覧になっていただいたら面白いんじゃないかなと思います。これね、最終的にね、落としどころは何だっていうところで言うと、僕こうニュースビックスっていうあのアプリを普段よく使ってるんですけど、これ、今日のやつはね、ちょっとこうヘッドライン、あちょっと釣りが、あ、こんだけ、あれロゴマーク出ないな、
あ、これがロゴマークですね。こういうニュースのポータルサイトみたいなやつなんですけど、まあ、これもよく僕ねこうピックアップしてるんですけど、見えるかな、まあ、この検索欄にですね、まあ、利用とか打ち込んで、記事をたまに見るんですけど、利用に関連したニュース記事ってもうほとんど出てこないんです。普段なんか1年に1本とかそんなペースですね。なぜこの今回のピックアップしたこの年収700万が当たり前大阪の非常識な理容室って書かれてるんですけど、この記事2019年10月の21日の記事なんですよね。でその1個前がですね、毎日新聞が出してる、白昼の理容室にクマ休憩室ドアから侵入かっていう、これが6月。その前もう3つ目になってくるとですね、去年の 5月まで利用っていう検索で記事ヒットしないんですよ。これニュースピックスの中の話ですけど、それぐらいトピックスのない業界ってね。こう美容で調べることもあるんですけど、美容だとまあね出てくるんですけど、今度なんか美容だと幅が広くて、美容室っていうよりは美容関連みたいな、ね、市場そのものがでかいのか、いろんな記事出てくるんですけど、今回はねこの、まあ、久々に久々に記事出てるわと思ってね、読んだらまあこういう感じでした。で年収700万、これ話戻すんですけど、年収700万当たり前大阪の非常識な理容室、非常識、非常識でも内容を見るとすごい常識的なんです。むしろ取り組みというか経営のそのビジネスモデルそのものがすごい堅実で、こうユーザーフレンドリー、エンドユーザー、そのお客様に対してすごいこう使いやすい理容室を作ろうっていう、そういうモチベーションで作られてて、で従業員に対してもすごくフレンドリー、年収上げていきましょうっていうね、根本的に生活を改善させてあげたいっていうこの社長の思いがですね詰まってて、でもタイトルになると非常識な理容室なんですよね。だから一般的な認知がある理容室とは違う風変わりな理容室、まあ、これを非常識って呼んでるだけなんですけど、やってることはすごい常識的なんじゃないかなと思って、ぜひ参考になるところがあればいいんじゃないかなと思いましたのでシェアさせていただきました。はい、ということでね、またお会いしましょう。やらかしたんですよ本当にね、仕事でやらかすの辛いですね。皆さん頑張っていきましょう。はい、ということでまた明日もお会いできたらいいなと思います。中村でした。さよなら。いってらっしゃいってあのホリエモンさんが言ってるんですけど、僕違うの考えたい、思いつきません。